行ってきます、親さん。親さんが愛したっていう茜さんのところへ。荒川は茜さんが生きてることも、お前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえ。つか、そこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は2人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎。それだけ分かってりゃ十分なんだい。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。ん？どうした、ナンシー。こいつは俺の相棒で、ザリガニのナンシー。前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来、俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたら、すっかり気に入ったらしく、今はそこがナンシーの家になっている。そうだ、ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。うん、足立さんとかに頼んで。ん？嫌なのか。でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー冷やがるかもしれねえし。悪いけど留守番してくれるかな、ナンシー。外は危ねえからよ。誰か世話してくれる人探すからさ。ったく、分かったよ。相棒だもんな。おめえも一緒にハワイ行くか。よしよし、騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。どう？なんだこいつ？変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか？いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ！おうよ。まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらずどん底の町だなここは。ほう、コウモリ男か。変わらず筋門登録に励んでくれているようだな春日。感謝するぞ。お？久しぶりだな。あんたは誰だっけ。ズコー、俺だよ俺、ドクター森笠、通称スジモン博士だよ。冗談だよ、覚えてるって。
久しぶりだな、スジモン博士。スジモン博士？春日の知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがな。あっそ、まあいいや。この人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだ。その通り。ちなみにスジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、筋もん、筋もん。はあ。ま、要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間を筋もんと呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。すべてはこの世界の平和のために。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさ。それで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことか。ああ、なんだか思い出してきたぜ。それで春日、スジモンデータ収集は相変わらず続けてくれているのか。で、怪しいな。俺がインストールしたアプリまだあるんだろうね。スマホ貸してみろ。あ、ちょっと。おい、お前、俺のスジモン図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえか。なんかいらないかなと思って。いらないかなと思ってじゃない。もう一回入れさせてもらうからな。めんどくせえな。頼むよ、この町の平和のためなんだからな。あ、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ、使えるが。お前、ハワイ行くのか。なんでまた、バケーションか。いや、ちょっとやることがあってな。ハワイって言ったら、スジモンのメッカと言われてる場所だぞ。え、そうなの。おお、最高の南国リゾートだが、裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだ。それにスジモンたちを使ったとある大会も開催されている。とある大会？まあそれはいつか時が来たら話すよ。とにかくハワイでもスジモンデータ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞ、スジモンマスター。アゲイン。わかったよ。それじゃあな、博士。まさかハワイに行くとは。これはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。よう、一番、お前身軽すぎねえか。ハワイだぞ。日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかしホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。土産はマカデミアナッツ以外な。ね、ありがとな、アデスさん。ナンバー、そんじゃ行ってくるわ。気をつけていけよ。
か。やっぱハワイの日の出は一味違うな。On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. あ、いたたた。すいません。大丈夫ですか？すいません。ちょっと。失礼します。ねえ。ちょっといいかい？はい。こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだ。相撲の回しみたいに掴んで。助かりました、お客様。ありがとうございます。いや、出過ぎた真似しちまったな。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ、昔、車椅子のダチがいたもんだよ。ああ、それでですか。あんたは観光かい？そうですね、ええ。そっか。お互い楽しめるといいな。じゃ、そちらこそ。ボンボヤージュ。ボンボヤ？ボンボヤージュ。良い旅をって意味です。お。ボンボヤージュ。アロハ。アロハ。あの、これなんだけどよ。ん？日本語話せるかい？お、読めた？日本から来たの？大丈夫だよ。さあ、乗って。助かった。行き先は？この住所なんだけど、わかるかい？ちょっと距離あるね。そっか、結構かかるのかな。ハワイは初めて？ああ。そっか、ようこそハワイ。楽しんでってよ。お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし飯もうまい。ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう、そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしてもうんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか。うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で、母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ、俺と一緒だな。へえ、
そうなの？ああ、俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。なあ、さっきの封筒もう一遍貸してくれる？住所を見たいんだけど。な？ああ。もう着くのか？日本で調べたときはもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。うん？